ピンチがチャンス、ジェジェチャンネルです。大変な情報が入ってきました。あの刑事の小川太平さんって言ってますよね。そのチャンネルジェジェ見た方がええでいうことで、昨日ですねコメントが入ってたんで見たらですね、ブワッブワッブワッどうにも抜かれました。なんとですね、この宝島ご夫妻の娘さんね、これ実は二人いてるんですけれども、この娘さんの二人のうちのどっちかのですね、結婚されてるんですよ。お婿さんがいてるんですよ。このお婿さんと、なんとこの指示役の佐々木ひかりが、しょっちゅう上の界隈で飲み歩いてたと。連日連夜飲み歩いていた。つまり知り合いやった。しかも深い関係やったということが、この小川太平さんの取材で分かったらしいんですよ。で、この小川太平さんっていうのはご存知ですよね。有名なテレビにも出てて、元刑事、バリバリの刑事でですね、もういろんな事件があるたんびにですね、情報を、彼のいいところはね、彼って言ってごめんなさいね、小川太平さんね、本物刑事さんですからね、こんな偽物やないですからね、彼はですね、輝かしい、やっぱりね、実績を引き下げて、このメディアに出てきた、刑事のうちの一人なんですね。で、僕はですね、彼のいいところ、ね、彼のいいところはですね、出てきた事件の概要であったり、事実をそのまままっすぐ伝える。だって刑事としてですね、やっぱりテレビにも出てることもあってですね、自分はこう思うな、ああ思うなってことはあまり言わないんですよ。あまり言わない。チャックしてですね、コメントなんかで質問があってもですね、それはちょっと分かれへんけどどうかな、みたいな。逃げるんですけれども、彼のこのニュースのいいところは信頼性だと思うんですね。事実をきっちりと伝えるね、僕みたいにですね、事実の部分もですね、なんかこの人の名前を間違ったり場所を間違ったりしないんです、彼は。僕はその辺はどちらかというとええ加減なんですよ。僕の場合は、いやいや、この事件を裏側斜め45度からちょっとめくってみたら、こんな登場人物おるんちゃうか、ひょっとしたらこれは闇があるんじゃなかろうかというふうにですね、これまあマスクで顔を隠してるから言えるような考察をやっているのが僕なんですね。で、この小川太平さんの素晴らしい情報ね、やっぱり元刑事やね、現場に行ってるね。で、彼はですね、この上の界隈でよく飲んでたらしいんですよ。よく行ってた場所らしいんですよ。だから結構ですね、それで知り合いも多いんやろうね。現場も見てるんやろうね。ということで今日の情報、なんとですね、昨日の僕のね、動画を聞いてる人は、ジェジェピンポンやんかーね、当たってるやんかーと思ったと思います。そうなんです。僕の昨日の考察は、ね、この宝島ご夫妻が二人がいなくなって、一番得をする人間がこの事件のね、キーマンやないかという話を昨日しましたね。詳しいところはね、昨日の動画聞いてください。できれば2本前の動画、昨日の動画、そして今日の動画を聞いてください。で、これね、振り返ってね、よく YouTube であるじゃないですか。同じような話をね、もうずーっとして、情報こんだけしかないのにね、同じような話をずーっとして、毎回毎回同じようなことを言うてる、某チャンネルあるけれどもね、もう某チャンネルってどこかな、どこかな、って、人の悪口言うたからね。まあそういうね、ことではなくて、僕はちょっと過去の話ね、よう昔僕もそうやったんですよ。お前同じことばっかし言うなよって怒られたんでね、もう言いません、言いません。ね、情報足りない方はですね、前回とか前々回と繋げて聞いてくださいね。僕が言いたいのはね、JJチャンネルが言っていたですね、この宝島ご夫婦二人がいなくなって、これ二人がいなくならない意味がないっていう話をしたでしょ。一人だけいなくなってもこの会社は乗っ取ることができへん。二人同時に首を持っていく。そうすることによってこの会社を牛耳ることができる人間、中の人間が一番得をするんでしょうと。だからもうですね、こんな事件が起こってるのに二日後から店が開店してるのおかしいやないかと。普通の企業やったら二日後から開店せえへんやんかと。金が毎日入ってくるやんかと。誰が得すんねんって話しましたね。これでね、僕はですね、これここはベトナムにいてるから現場見に行くことができへんでしょ。そうしたら昨日すごい情報くれたね、 JJ、 あのアメ横を言うのは韓国人会の通りやから、ひょっとしたらこれはね、この地と地の争い、もともと韓国の島やったのを中国人が荒らし始めたから見せしめの事件ということも考えられるでっていうね、考えられるでっていうですね、情報もらったじゃないですかね。でですね、なんと今日さっきですわね、また LINE が来たんですよ。おい、JJ、ええ情報やろう、言うてね、この画像送っとくわ、言うてね。なんと、なんと、ね、宝島ご夫妻、この三栄商事の店舗、そして、営業してるのかしてないのかというですね、
証拠写真送ってくれたんですよ。で、彼曰くですね、今日ですよ、今日の画像送ってきてたんですよ。もうお昼です。お昼やのに、バリバリ営業してるでーって、この店バリバリ営業してるでーって、今僕がずっとね、こうスライドで流してるようなですね、この店舗の画像を送ってくれたということなんですね。ということは、やっぱりですね、この、まあ、ゴールデンウィークで稼ぎ時っていうこともあるかもわからへんけれども、店舗はほとんど空いている。そして営業をしている。そして、なんとですね、なんと、この、宝島ご夫妻の娘さんのね、婿さんが、この佐々木光と飲み友達やった。で、この佐々木光も上野でキャッチをやっていた。しかも携帯数台持っていた。半グレのような、まあ言うたらフィクサーのようなこともちょっとやってるんじゃないかと匂いもする。しかも数ヶ月前まで金がなかった人間が、バーンと捕獲された時、沖縄でバーン捕獲された時に数百万円の現金を持っていた。さあ、この金どっから出たんやろね。二つ考えられるね。やっぱり、この宝島夫婦がいなくなって、利権を取ろうとする、この計画を立てたフィクサーから出ていたのか、ひょっとしたら、フィクサーがいない可能性も出てきましたね。言いてる可能性、いない可能性、今この情報では半々です。半々ですけれども、ちょっと、しょぼいのは、この、佐々木光の動きですね。ちょっと、この、殺害現場をうろちょろしているところが映ったり、紙袋を下げて平山龍拳と居酒屋を出て映ってる画像があったり、ちょっとですね、単独行動してますね、これね。こいつね、単独行動して沖縄まで行ってますよね。この辺がですね、非常に僕は思うんで素人っぽいんですよ。ね。言ったらですね、まあ、このお金がこいつから出たか出てないかというと絶対出てないと思うんですよ。なぜ言えるかというとですね、これだけの、言うたらね、今報道されてるのは1500万、僕は3000万動いてると思うけれども、これだけのお金を用意する人間が、ブラ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 現場うまいこと言ってるかなって見に行ったりやね、ブラ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 ですね、自分でお金をぶら下げてですね、この、いわゆる二人を誘ってきた平山、龍拳どっちだったかな、とね、会ってたりね、しないんですよ。ね、しないんですよ。ね、ところがやってるんですよ。ほんで、こいつ足ついてるんですよ。ということで、まあ今日はですね、深い考察は機能しているので、ちょっと考察を入れるとするならば、ひょっとしたらこれフィクサーおらん事件かも分かれへんで、とね。ほんまに一番得するやつが黒幕の可能性があるで、と。でもここはあんまり突っ込みません。ここはあんまり突っ込んだらこれ事件の後なのでね。これはちょっと失礼なことになってくるので、さて誰が一番得能するのかなーってことを考えましょう。で、新事実としてお伝えすることは、この太平さん、小川太平さんのこの取材によって、なんとこの宝島ご夫妻のこの娘さん二人いてるんですけれども、どちらかの多分長女と思いますわ。長女の旦那さんが、なんとこの沖縄で逮捕された佐々木光と、飲み友達やったという情報が一つ。そしてもう一つ、不動産屋の情報。これもキラリと光る情報がね、だから今日三つありますよね。この宝島、ご夫婦の娘さんの婿さんとね、この光ちゃん、佐々木光ちゃんとの関係が分かったっていうのが一つ。そして二つ目はですね、今日の情報です。店舗は全部ほぼほぼ空いてるでという情報を、ね。JJ、お前に情報やるわ、言うて昨日くれたね。本当に僕の恩人、ね。親友の恩人から写真まで送ってきてくれたって、ほんま感謝してますわね。で、三つ目の情報は、一番気になる不動産屋。この不動産屋の情報、ガーンゲットしましたよ。この不動産屋ね。これはですね、情報の、入ってきた確率、正確性としては 75% ぐらいあります。75% ぐらいありますね。この不動産屋が、宝島ご夫婦と、ね、一緒にいた、ね、このなりそめっていうのはこうです。宝島ご夫妻から、この、男に、この不動産屋と言われている男に、ね、電話が入ったんですよ。ね、これ警察での供述があったんですよね。いや、僕はね、当日、ね、この事件が起こる前日の深夜にね、宝島ご夫妻から連絡があってね、ちょっと物件見に行きたんやけれども、車手配してくれへんかって言われたらしいんですよ。要するに、自分からアプローチしたんじゃないんですよ。宝島ご夫妻から車用意してくれへんかって電話あったから、分かった、物件見に行くんですか、分かりました。で、この人は車をレンタカーで手配して、宝島ご夫婦を乗せたという供述があるんですよ。ね。そして乗せて、11時ぐらいですね、この3人以外の知人と会ってるところっていうのが防犯カメラに映ってます。数人で映ってるんですよ。そして、なんと、この時に平山龍拳のね、車に乗り換えた。
ということ、この事実がね、あるんですよ。これね、この情報はですね、これ僕もね、これ考えにくい情報やねんけども、この情報があるんですよね。つまりですね、この不動産屋さんは、東、この、ね、品川、ね、東、品川へ向かうまでに、不動産の車を追ったんやけども、東京都内で、なんと、この平山龍拳の車に乗り換えてるんですよ。で、平山龍拳の車に乗り換えたというと、ことは、この車に乗ってるのは、この二人、ね、あの、キラト君と、カン・グワン・ゲイやったかな、カン・カン・ギャン・カワやったかな、もう、ちょっともう、言いにくいけど、あの、韓国人のね、二人が運転してる車に乗り換えて、そして、殺害現場へ向かったというようなことらしいんですよ。もしもそうだとするならば、また JJ チャンネルのこの考察が当たってるんじゃないですか？ね？この平山龍拳の車に乗っていた人間、誰も知らん人間の車に、このご夫妻が乗る？乗らへんよね。ということはやっぱ首の入れ墨の男、ね、首の入れ墨の男と、キラト君が同一人物やったから、安心して車に乗ったんちゃうの？ということが考えられるんですよ。これはあくまでも考察ですよ。ね？外れる可能性は5割ありますよ。ね？もしも僕が得た情報をね、この白い不動産屋と言われてる人が、の車から、この二人の車に乗り換えたとするならば、もうすでに事件現場で8分後に車が追っかけて、事件現場でこの二人は死体を見てびっくりして息したのではなく、生きている時に追ってたということになるんですよ。しかも面識があったんやないかと。で、この四人で、ね。現場へ向かったということ、この事件現場へ向かったということが言えるんですよ。しかも、なんとですね、これね、もうですね、平山龍拳が自首するということも違和感がありましたよね。次の日に自首するっていうのね。なんと、この車の中で、もうすでに警察は、この車を押収した時に、車の中に凶器のハンマーだけではなくて、この奥さんの幸子さんの免許証まで発見してたんですよ。さあ、この事件ですね、えぐいことになってきましたよ。この指示役とされる佐々木龍拳が宝島ご夫婦の娘さんの旦那さんと懇意にしていた。飲み仲間だった。連日連夜飲んでいたという情報が一つです。そして二つ目、今日やっぱり店舗は全部開いてる。これは僕の知り合いから送ってくれたこの写真ね、で言えます。そして三つ目、不動産屋さんはなんとですね、ご夫妻から依頼を受けて案内して途中で数人でね、外へ出てタバコ吸いながら会議しながら車を渡してからいなくなってるんですよ、不動産屋は。つまり現場に運んでいなくなったんじゃないんですよ、物件紹介の時に。車をバーッと、だからまたさようならってそこで別れてるんですよ、不動産屋はね。だから警察も追ってないんやろね。で、この別れてこの車がなんと、この平山龍拳の車、あいつらが運転してた車やないかということなんですよ。ここはね、そうらしいねんけど、調べてみたら、そうらしいねんけれども、そのように報じてる記事があるんやけれども、ね、どうかなということなんですね。警察はですね、このような、警察っていうですね、これ、いろんなマスコミが報道ちょっと違ったりしますよね。ここではこんなに報道してる。ここではこんなに報道してる。これはですね、各県警にですね、デスクっていうのがあるんですよ。各新聞社が共同通信も含めて、大手デスクっていうのを置いてます。警察署の中に報道のところに機関が全部デスク置いてる。電話当番みたいなやつがいてるんですよ。で、こいつらはやっぱり担当刑事ごとにですね、このプレ発表みたいなでまた記事にする、共同通信みたいに記事するのとは違って、担当刑事と仲へ、この刑事と俺仲ええねん、読売新聞は、この刑事と仲ええねんね、俺朝日新聞は、いう形でですね、やっぱりちょっと情報入ってくるの違うんですよ。警察の中にデスクがあっても、その中の一社が今僕が言った記事をちょこっと書いてるんですよ。さあ、どうかな。もしもそうやったとしたら、昨日僕が考察したね、ほぼほぼストーリー8割当たってる、8割当たってる。さあ、まだ分かれへんよ。まだ分かれへんよ。全部外れてる可能性もあるよ。あくまでも考察やからね。だけど、この事件ね、一番面白になってきたのは、小川太平さんの情報やね。情報やね。娘さんがなんと佐々木、光と娘さんの旦那さんがバーシー踏んどった。誰が一番得すんねんっていう人間が。
はい、いかがでしたか？今日はですね、あんまり考察しません。昨日もくり考察してるんでね。で、目指せ20分以内ということで、今日はなんとまだ今14分です。今日は短く使っていきますよ。いかがでしたか？今日新しい情報3つ。今日の情報は、皆さん方に昨日の僕の考察プラス、今日の情報を皆さん方の耳に入れときますから、皆さん方はね、今日書き込んでもらった小形平さんの情報であったりね、いろんな人の情報を組み立てて、皆さんなりの考察をしていませんか？考察って面白い世界なんですね。人が亡くなっててこんなことで楽しむエンタメのようにやってる僕は悪人かもわかりませんね。ということでした。ごめんなさい。ほんまごめんなさいね。ということで今日の話どうでしたか？あかんか。まだあかんか。勉強足りんか。おもんないか。すんません。頑張りますね。頑張りますね。もっと頑張っていきますね。ということで、皆さんそうですよ。忘れてはいけません。お願いします。チャンネル登録バーン押しといてください。ね、グッドボタンバンバンバン押しといてください。2巻押しても1個分にしかなれへんけどね。で、チャンネル登録プチッと押しとってのは親友になれる。僕は動画を上げた瞬間バーン連絡行くからね。ということでした。ね、今日はですね、日曜日ということですね。ゴールデンウィークももう終わりかな。これでね。うん。僕はですね、これベトナムからゴールデンウィーク関係ないんですけど、今バーを作ってますから、ぜひ皆さんベトナムに来られた時はこの JJ バーにね、ぜひお越しくださいということですよね。ですね、バーの中ではですね、赤マスクじゃなくてですね、レインボーのマスクをかぶってね、僕バーテンダーやってますからね、ぜひお越しになってくださいということでした。はい、以上 JJ チャンネルでした。ありがとうございます。